ございます。最近はかなり暑くなってきたので、今朝からアイスコーヒーにしてみました。昨日は後半大雨でしたが、今日はご覧の通り快晴でした。今日は多摩祭を通って大垂水峠を目指します。1時間と少し走って大垂水峠のふもとに到着しました。今日のトレーニングメニューは5分走です。ふもとから1本目スタート。天気もよく気持ちよくメニューをこなしていましたが、1分半ほど走ったところでまさかの工事ストップ。工事区間の先から気を取り直してもう一度スタートしました。今日は気温も体感温度もかなり暑かったので、こまめに補給をしました。5分登っては折り返して、また5分登るというのをひたすら繰り返しました。最終的にデータはこんな感じになりました。今日は最後までいい天気が続いてくれました。帰ってきてからプロテイン入りのバナナジュースを自分で作りました。今日の動画が良かったなと思ってくださる方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。